早速今日のプレイリストを紹介したいと思います。今週もですねベストのミュージックビデオを全部で5本集めてみました。今回は早口ラップ特集でございます。まあやっぱもうほんと早口ラップって一言で言うけど、なんだ魅力なんだみたいな話になるけど、でもさやっぱもう聞けばもう一目瞭然ですよね、本当にね。まず最初のミュージックビデオはバスタライムスで Why Stop Now です。まあ、バスタライムスといえばですね、まあ、ツイスターやエミネムと並ぶ早口ラッパーの一人でございますけど、まあ、音楽業界の、ね、カリスマジミー・アイビンに、ね、噛みつき、自らのインタースコープレコードサルなどですね、まあ、ブルックリンの、ね、暴れん坊なんて、ね、呼ばれたりもしていましたけれども、2本目にですね紹介するのはね、もう誰うちもが知っておりますエミネムでございますね。ラップオブゴッド、まあ、この曲はですねギネスでね最も単語数の多いヒットシングルのね一つに認定されてるんですけれども、まあ、何でもですね4分20秒目から、まあ、15秒間の間に97もの単語をねまくしたて、まあ、6分4秒の1曲の中でですね総計1560単語をね発しているそうですね。3本目はですねツイステッド・インセインでビジョンズです。ツイステッド・インセインもですね超絶早口ラッパーの一人でございますね。まあ、紹介した曲の中ではですね X ファイルの、ね、音楽に使用されていて、まあ、映像もねホラーテイストになっているんですが、まあツイステッド・インセインの他の曲も映像の雰囲気がね悪魔的でねハードコアのような世界観とスピード感をもう合わせ持つラッパーのようにね感じられますけどね。いやもう本当にね今回のビデオを見てるのもう俺も初めて知ったんですけど、いやもう本当目が怖えっていうね、もう常に白目になってるからもうすげえなんかあれかピスタチオインスパイアしてるのかななんてね、あの芸人そんなはずはねえけどねっていう話なんですけど、ぜひ気になったらチェックしてください。はい、4本目はですね YouTube でね高速フリースタイルの映像を投稿するラッパーのマックリーサルのね動画でございます。彼がですね投稿するね映像にはですね、まあ、歌詞の字幕がついているのですが、まあ、その字幕量を見ればね発せられている単語数にね驚くんじゃないでしょうかね。そして最後はですね早口ラッパーのね、まあ、代名詞と言ってもいいんじゃないでしょうか、ツイスターのですねクライシスです。もうなんか早口って誰だってなったらやっぱりツイスターって出ちゃうのがねみんなのところじゃないですか。だからやっぱそうやって出てくるってことはね本当に有名なのはツイスターなんじゃないでしょうかと思っておりますけどね。俺も最初初めて会った最速ラッパーっていうのはやっぱりツイスターでしょうね。ちなみにですねこの曲にゲスト参加しているテックナインもね早口ラップが得意なラッパーでございますけれども、まあねビデオ見ててさ最初久しぶりにとか見たからあれどっちツイスターツイスターどっちだっけって言って、あ、早いなって両方のああでもこっちの方が早いわって言って、あツイスターこっちだよねっていう風になったけどね、やっぱそういうところもね見どころなんじゃないでしょうか。以上ですね5本が今日のミュージックビデオなんですけれども、まあ、番組をね始める方法はこの動画のね説明欄にあるベストプレイリストのねところにある URL を押してみてください。プレイリストをですね使っている状態になるので何もしなくてもミュージックビデオが自動的に切り替わっていきます。それでは今週のベストミュージックのスタートです。